魔王様にお目通りは、フードマン殿。お前たちは臨時雇いだから、こっから先に入ってはいかん。ここで待ってなさい。陛下、お元気なお姿にお目通りできまして、幸せ至極に存じます。お前には大事な任務を与えてるはずよ。呼びもしないのに帰るなんて、もしかしたらしくじったのと違う。さすがダミア様、そんな次第でして、ぜひ新しい船を頂戴いたしたく。お前は自分の任務を心得ております。太陽の指輪の日、アプリコット姫が泉の椅子に座れば、この世に命の水が溢れることになります。それを食い止めるためにこそ、私は。そう、分かってはいるのね。新しい船を与えるがよい。という大魔王様のありがたい仰せよ。さっさと行き。はい。ありがたき幸せ。陛下、あんな役立たずはもうお払い箱にした方が。アプリコットは決してここには戻れまい。太陽の指輪まであと90日。と、まあつまりこの方角が一番近道と思うんだ。ってことはフォンテンランドに着くのももうすぐってことだね。フードマンに邪魔されなければの話だけどね。あいつは逃げちまったからもう心配ないよ。そうだろアプリ。どうかしら。またきっと戻ってくると思うけどな。なんだか戻ってきてほしいような口ぶりだね。そうじゃないけど。どうしたのさ、フォンテンランドに帰りたくないの？そりゃ、あら？何？どうしたの？何かが飛んでいたのよ。雲の中に隠れちゃったけど。目の錯覚じゃないの？本当よ。もしかしたら。フードマンかも。アプリ、君はどうかしてるよ。どうせそうですようだ。ん？新しい船を作ったのかな。それにしちゃ随分ボロっちいが。追いつかれると面倒だな。スピードを上げよう。よし、舵は僕に任せてくれ。まだ追ってくるかい？来てるわ。来てる。あ、捕まっちゃった。なに、すぐ振り切ってやるさ。もっとスピード上げてよ、タッティ。よし、来た。ついてくるよ。フードマンめ、やけにしつっこいな。よし、フローク、無茶するなよ。あれを見てくれ、あの山に引っ掛けてやる。そいつは無茶だよ、フローク。いいから、任せときなって。どうだ。ダメだ、まだついてくるよ。よし、もう一度やってやる。フローク、危ないよ。別の手を考えよう。いや、大丈夫だよ。今度こそうまくいく。だから言わないこっちゃない。フードマンのやつ、今度はギュッと言わせてやるぞ。でもフローク、
せっかく来てくれたんだから優しくしてあげましょうね。何言ってるんだい、ボスココこんなに触れたってのに。あ？やい、フードマン、一体お前はどうして？お前は。おお、王女様、やはりこの気球船に。ああ、姫を訪ねて行く船についに巡り会えたか、お懐かしや。この人誰？ブリームの目、お前たちこそ何者じゃ。大方スコーピオンの手先であろうが。違うわ、ここにいる人たちはみんな味方よ。そう、味方よ。何、味方とんの？フロー君、この人はね、フォンテンランドに代々仕える総理大臣のエンダーじゃ。総理大臣？魔王スコーピオンの妨害も何のその、老骨に鞭打って飛行船を操り、王女様をお迎えするために長い旅を続けてまいったのでございます。わざわざ迎えに来なくたっていいのに。なんということ。さては王女様、あのけしからぬ者どもにたぶらかされて。何度言ったらわかるの？みんなは私をフォンテンランドに届けてくれようとしているの。いや、それにしてもご身分をお忘れになってはいけません。忘れられたらどんなに素敵かしら。このおかわりよ。この私めが来たからにはもう遊んではいられませんぞ。船が直り次第直ちに出発いたします。もっと食べない？アプリ。アプリ？何じゃそれは。アプリはアプリ、いや、お姫様のことで。ブリームの、王女様を呼び捨てにするとは何事じゃ。アプリコット姫、具合でも悪いの？いいえ。元気ないな、どうしちゃったんだろう。彼女に何を言ったんだい、じいさん。じいさん。王女様の心配はいらん。それより船はいつ治るんじゃ。夜中までかかるな。出発は早くても明日の朝さ。もうのんびり食べてないで急げ。俺早くせんか。アプリ。フローク。ねえ、僕ら友達だよね。ええ。だったら何でも相談してよ。何か悩み事があるなら。フローク。ん？あなた、私のこと好き？そりゃ。だったらお願いを聞いてくれる？アプリ、もちろんさ。どうだ、そっちの方は。おい、フロークは？あそこ。月夜のデートかロマンチックなことだな。まあね。ああ、アホ臭くて見てらんねや。私、フォンテンランドに帰りたくなくなっちゃったの。え？わけは聞かないでね。でも、一体どうして。第一、僕らは君をフォンテンランドに返してやるために。今までのことは感謝してるわ。それにもし君がフォンテンランドに戻らなかったら、命の水が枯れてしまうんだろう。そんなことになったら大変だ。そう思ってたから僕たちは君を助けることにしたんじゃないか。そう、あなたたちはフォンテンランドのためにしてくれたのね。私のためではなくて。何言ってるんだ。どうかしてるぞ、アプリ。もう嫌い。いつか言おうと思ってたけどね、君はわがまますぎるよ。まだか、朝になっちまうぞ。もう終わりだよ。やれやれ、これでやっと眠れるね。眠る？何を言う、王女様のお目覚めを待ってすぐに出発だ。眠たきゃ船の中で眠れ。アプリ。
スコーピオン2世号の乗り心地はなかなかだ。フランツ、ジャック、異常はないか。おい、返事をせんか。船が新しくなっても変わり映えしないな。ボスが同じじゃどうしようもないや。山におかしな傷がついてる。フランツどう思う？ボスク号と関係があるかもな。大変じゃ。どうしたの？フードマンかい？王女様のお姿がどこにも見えんのじゃ。なんだって？みんな長い間お付き合いしてくれてありがとう。私はしばらく一人になります。いつの日か会える日が来るまでさようなら。アプリ、アプリ、どこだ？アプリコット。お前たち王女様に何をしたのじゃ？僕らは何も。王女様ともあろう方がこんな真似もなさるとは。どっちかっていうとアプリはあんたが来てから急におかしくなったように見えるけどな。家での原因はあんたじゃないのかい？黙れ、このならず者どもが。私、フォンテンランドに帰りたくなくなっちゃったの。よせよみんな、アプリがいなくなったぐらいで騒ぐことないさ。あんなわがまま娘ほっとけばいいのさ。そのうちお腹を空かして帰るに決まってるよ。とは言ってもな、フードマンがこんなところに現れたら。その通りじゃ、早く探せ。どっちよ？そんなに遠くまでは行ってないさ。空から探すんだ。よし。フードマンだよ。よし、後ろに回ろう。あ、ボス、ボスここですよ。後ろです、後ろ。ジャック、早く追え。わかりました、ボス。それ行くぞ。どうだ。何をするんだ、ジャック。なんか敵の後ろでくぜ。いや、しかし、なかなか操縦性がいいですね、この船は。ボス、いいから早く来い。フランツ、何やってんだ。早く網打て。はいよ。それ。まだフードマンに捕まった。ボスココを捕まえましたよ、ボス。分かってる。どうしよう、フローク。この際、強行突破しよう。あれ、どうするつもりなんだろう。ローターで網を切る気だ。さすが、うまいこと考えますね、あいつら。フローク、あれ、アプリの置き手紙が。なんなんです。どうしてなの。どうして、どうしてこうなるの。ジャック、早くなんとかしなさい。はい、ボス。もうじき地面についちゃいますけど、ボス。もういつもこのパターンじゃない。なんだこれ。見せろ。私に見せなさい。何何、いつの日か会える時が来るまでさようなら。アプリコットが奴らと別れたぞ。そいつはチャンス。奴らさえいなければアプリコットを捕まえるなどたやすいこと。そうですか。何か考えでもあるとも。この近くには私と仲のいいお友達がいるのだ。それにしても何が気に入らなかったんだろう。王女様のお気持ちがお前らごときに分かってたまるか。じゃああんたには分かるのかい。
よいか、あと89日であの太陽が指輪の形に輝くのだ。そしてその瞬間にアプリコット様が女王の椅子に座らないと命の水が枯れてしまうんだろう。そうじゃ、王女様は世界を救うために変身なさるのじゃからして。なんだって変身？どういうこと？今のお姿をお捨てになられて美しい蝶の姿に変身し、この世界をお救いくださるのだ。まさか。無論お前たちとお話などされない。いやいや、変身された後のアプリコット様には誰であろうとお手に触れることさえできなくなるのだ。あと90日足らずで今のアプリはアプリでなくなっちゃう。それでお別れってことか。アプリが蝶になっちゃうなんて、そんなこと信じられるか。どいてくれ。やだやだ、今やっと分かったよ。アプリ、フォンテンランドに帰りたくなかったわけが。でもどうすればいいんだ。アプリ、アプリコット、アプリコット。フロー君、今はほっとくしかないよ。おかしなやつじゃ。アプリコット！変だわ。今確かフロークの声がしたと思ったのに。いいですよ。だあなたたちになんか追ってこられたら迷惑しちゃうわ。うん。飲ませてくれるな。もうダメ。アプリ、アプリコット。足跡だ。ダッティ、前方に足跡らしきもの発見。高度を下げてくれ。よし、高度を下げる。地上10メートルまで。この足跡、アプリコット以外には考えられないよ。おった、もっと火を焚いてくれ。わかった、アプリが見つかったらすぐ知らせてよ。いいとも。それにしてもよく歩いたもんだ。ひどく足跡が乱れている。アプリの目に何かあったんだ。アプリ、ちょっぴり怖い。
らもビシバシ暴れるぜ。アプリの足跡を追って不気味な城にたどり着いた僕らは、正体不明の兵隊たちの攻撃を受け、夜になるまで隠れることになる。一方、フードマンの友人王者に捕まってしまったアプリの運命は。次回、ボスカーアドベンチャートカゲ城アプリ救出作戦。みんな見てくれよな。